名前はクッキーにします。ヤマクの皆さん、藤井葵です。今日はゲームをします。今日のゲームはまずホラーじゃない、あとクマを育てるゲームだと聞いています。それでは画面はこちら、ドン待って、なんか聞こえてる。え、怖いんだけど。血が出てるけど大丈夫かな。葵は動物が好きなんだよ、分かってるかな。始めます。野生のヒグマが遊びに来ました。中に入れてあげましょう。 YouTube 見てましたね。この子か、どうぞ。うわえへへ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 へ食べてる食べてる、笑う機嫌が良くないみたいです。撫でてあげましょう。だってさ、手噛まないでね。うおい攻撃されたらタイミングよくボタンをタップして防ぎましょう。攻撃されたらって前提なのね。だから野生って言ってるのに、ちょっと怪我をしてしまえ、ちょっとじゃないし。回復キットで体力を回復しましょう。ほうほうほう。おもちゃで遊ばせてみましょう。クマにクマってシュールすぎない？食べてるけど。いや、早くない？遊び疲れたみたいですね。寝かしてあげましょう。うん。え、かわいい。ちょっとかわいい。クマに名前をつけてあげましょう。はい、名前は、クッキーにしまーす。ヤマクの。よいしょ、決定。空っぽになると危険です。豆に戻ってきて世話をしてあげましょう。戻る？仲良しを 100% にして友達になります。2.4 引く。こんなに餌あげたのに。なんか写真撮っちゃった。ピロッポー。あれから30分が経ちました。さあ、私の飼い野生クマ。クッキーは何をしているでしょうか。ゲホゲホ。起きてらっしゃる、起きてらっしゃる。ご飯を食べるよね、きっと。ご飯あげました。にそして遊んであげます。遊び方が怖いんじゃ。仲良し度は 5.6。 まだまだ低いですね。どうしたどうした。やーいえー急すぎでしょう半分になりました。皆さん、ゲーム実況といえどですね、このゲームは実況してる場合じゃないことが分かりました。怖いよ、野生のクマ怖い。どうやって撫でてあげるんだっけ。ああ油断大敵怖い、部屋が血だらけになってるよ。怖いよ。ちょっと待って、ちょっと待ってー全然可愛げないじゃないか。だってさ、野生のクマなんて防御したって多分無理じゃーん。